せーの、学園ハンサム。どうも皆さん、学園ハンサムの時間だ。このゲームまだ終わってなかったんだよな。なんと校長先生と妹ルートがあるらしいじゃねえか。まあ正直その二つのルート別にいらねえんじゃねえかなって思う部分がありつつも、これは口に出さず心の奥底にしまっておこう。さあ行こう、レッツハンサム。レッツハンサム。あれちょっと待てよ、これどうやってやれば校長ルートに行けるか全然わかんねえんだけど、ひたすら校長室に行けばいいのか。それでみんな他の人の断れば行けんのかな。失礼します。ここでセーブするか。急だな校長、お前初対面だぞ今。セーブいきなりで驚いたか。え、驚いた、めちゃめちゃ驚いたわ。俺はジロ、この学園の校長だ。よろしくな。ここでさ、好感度高くなってんのかな。この学園について何か知りたいことがあったら、はい、いつでも俺のとこに来るんだ。それとセーブしたかったら、まあ、こいつセーブキャラっていうイメージが強すぎるからな。それはそうと。え、死ねえよ。今したばっかだろうが。死ねえ。これどこ、ま、え、待って、これイベントがなさそう。あー、これを校長のプロフィールにすればいいのか。いや、校長ルートがマジでどうやればいいかわかんねえから、とりあえず校長があるやつは全部これにしとこう。俺はフルネーム夏目。なんか聞いてなかった気がする。校長の話。生徒たちが豊かなボーイズライフを送れるように日々奮闘している。いや校長さ、なんか割と真面目くせえんだよな。あんま面白いこと言わねえ感じすんだけど。2月6日生まれの水亀さん。あー、全部説明してくるな。黄色。好きな食べ物は、うん、魚肉ソーセージ好きなタイプ包容力のある人。好きな FF は6 お前好きな食べ物魚肉ソーセージのところにちょっとまあ開けんじゃねえよ。しかも何だ好きな FF って。好きな FF は6、好きなゲームは FF6 でいいだろう。なんだ好きな FF は6、こだわり強いな。明るくお茶目な人柄。ああああ、周囲の人気。自分で言うな。よろしくな。こいつすごいな、自己評価高すぎるだろう。朝礼の時間か。はい、何かあったらいつでも校長室に来いよ。お前もっと早く喋ってくんねえから。ここでセーブする。するする、もうまたな。ああ、これ全員を断ってからの僕は校長のジロー一つですから、に行けばいいのか。俺か、この俺を選ぶとはなかなかお目が高いな。ちょっと声質が変わってんな。校長先生に面と向かって告白なんてお兄ちゃん大胆 Z だね。大胆 Z かな。この俺を落とすことはなかなか難しいことだ。ちなみに俺は今フリーだ。全力でぶつかってくるんだ。ちょっと声こもってないですか校長。なんかお兄ちゃんファイトだよ。ありがとう。いやもうこれさ、イベントがさなさすぎるからさ、もうこれ一気にエンディングまで行っちゃうんじゃねえかな。あ、来た、あ、来た。あるんだこれ校長に電話。俺見てなかっただけかな今まで。校長に電話なんてあったっけ。これ夏休みだよね。一気に今飛ばしてきちゃったから多分夏休みだよな。よし、校長先生を誘ってみよう。いやこれもうわけわかんねえワードだけどな。危ねえぞ校長先生を誘うって。校長先生ですか。どうしたんだ校長先生、今度一緒に海にでも行きませんか。お、海か。次郎ちゃんは海大好きだぜ。いつ行くんだ。じゃあ今度の土曜にラブリー駅前待ち合わせでどうですか。オーケー、やったね、約束。おー、校長ルート入ったくせえな、これついに北っぽい、北っぽい、見つめ合ってアバンチュール。そしてこれで今日は校長先生と海に行くだ。来た。じゃあ私服が見れるってことなのかな、校長先生の。あの乳首丸出しの服装で来んのかな。そろそろ約束の時間だ。普通、な、さ、出発しようぜ。なんかもう普通にええってちょっとがっかりした感じ出しちゃったじゃん俺も。恥ずかしいわ。海来たけど着いた。あー、かっこいいな、ワイルドだな校長。なんだこの絵。なんだこのイラスト。無駄にワイルド。エグザイル集。晴れ渡る空、心地よい海風、セクシーな俺、絶好の海水浴日和だな。まあ確かにそうっすね。そうだ、泳ぐ泳ぐ。日焼けオイル塗ってくれるか。
はい、これ塗ればいいんだよね、これ多分。はい、塗ります。校長、体めちゃくちゃいい体してますね、校長。すげえ、こんなにムキムキだったんだ。気痩せするタイプなのかな。めちゃめちゃムキムキじゃん。念入りに塗ってくれよな。サンキュー。あとここにも塗ってくれるか。どこどこどこのこと言ってるの。もういいです、校長、何でも塗ります。あすげえすげえ、肉体美が、肉体美がすげえよ。なあ、チンコ、チンコ、もっこり、念入りに塗ってくれよな。塗ったよ、きっと。もうサンキュー。あとここにも、どこどこどこ、こっからどういう展開にさせるつもりなんだよ、校長。校長、塗るけど。もう無理、もう無理、もうこのルートいい、俺もういい、もういい、もういいよこのルート、なんか気持ち悪いよもう。念入りに塗って、どうも、もうもうもう。おめえバカの一つ覚えみてえに言うな、その念入りに塗ってくれよな。をよし、準備万端。ああ、気持ち悪いな、これ何じゃなこいつは。それやんややんや、なんだその遊び方。やっぱお前なんかすげえ補正な服着ると。ああ、おっと、そろそろ暗くなってきたな、帰ろうぜ。校長、でもなんか楽しかったっぽいな。いやいや、よかったけどさ、変なルート。今日は楽しかったよ、また誘ってくれよな。まあ、いい校長だな、普通に話を聞くだけだと。はい、僕も楽しかったです、ではまた。あー、長かった一日が終わった。あー、これはいないんだね、デートの季節は校長先生誘うとかか。これ相手はいないでいいのかな。そういえば、携帯の登録件数2、お母さんと時報、何だった。仕方ないから一人で過ごそうかな。いや、悲しい、寂しい、終わってんな。あ、これは校長ルート行かれるか。もう本当に寂しいデート期間だったな。おお、校長室に行くっていうのがある、学園祭で。てかもう11月、すごいぶっ飛んできてるんだけど、何にもイベントねえ、途中途中に。校長室に行こう、やろう。いや、これもうやっと、もうところどころちょこちょこってしかさ、校長のイベントがねえじゃねえかよこれ。ん、なんか中が騒がしいな。どういうこと、なんでゆうがメイドをやってんだ。おかえりなさいませご主人。あ、お兄ちゃん。ゆう、お前何やってるんだ。だってイケメンだらけの男子校って言うから、お兄ちゃんには止められてたけど我慢できなくて勝手に潜入しちゃった。いや、お前小学生なんだよな、いろいろ危なくないか。答えになってねえよ、これ U の店なの。ジローちゃんのドキドキカフェだ。プロデュースしてんじゃねえぞ校長。知らないのか。はい、うんうん、バラモン高校の文化祭で、ああ校長の俺も出展しているんだ。お前のこの絵何なの、この巨人のドシンみたいな絵画。これ何、これハリエなのかな、ちっちゃい絵切り貼ってさ。今年はズバリセクシーと癒しが調和するドキドキカフェ、うん、こちらは当店一押しのメイド、シャイニーエンジェルユウちゃん。妹なんだよ、よろしくミュンミュン。いいじゃん、可愛らしい妹じゃん。死ね、ジローちゃんにユウもお店やりたいってお願いしたら、うん、こんな可愛い服まで用意してくれたの。ご覧の通り大盛況だよ。なんかこのユウとさ、ジローの関係がなんか危なくねえか、大丈夫なのか。へえ、楽しそうですこと。頭痛いので失礼するね。せっかくだから、おもてなしを受けに行かないか。おう、極上のセクシー&癒しをご提供します。あ、急に敬語。こちらがメニューになりますにょ。じゃあ全然失礼する気ねえじゃん。このユウちゃんのときめきアイスティーでドハマりしてんな、キヨキヨシ。困りましたみょん、はわわ、急いで作るです。腹立つな。腹立つな、おめえなんか。あ、そんなに急がなくても。お待たせし、キャー。何その展開。ああ、もう最悪じゃねえかよ。なんでオーミーステイクって。このキヨキヨシのね、このキヨキヨシ受けんな、なんか。どんなかけられ方してんだよ。
腹立つ。ゆうちゃんのドジッコパラダイス一丁上がり。あ、ここまでが一つのメニューなの。あー、かわいい妹だな。なんだこれは。なんじゃこのイベントは。あ、クリスマスか。お兄ちゃん、もうクリスマスのデートには誰を誘うか決めた？その声やめろお前。あ、もあ、なにこれ。あれ、こんな選択肢だった？違うよね。実はまだ決めて、これもちろんだとあれなのかな、他のメンバーに行っちゃうとかなのかな。でもこれ校長で決めてるわけじゃないんだよな、きっと。どっち、待って、決めてないにしてみっか。で、やり直そう、無理だったら。そんなことだろうと思った。そんなハイパーぼっちお兄ちゃんのためにユウがクリスマスパーティーを企画してあげたよ。何その声とその新しい企画。明日の午後6時バラモン高校の校長室に来てね。絶対だよ、待ってるからね。さあ、これは来てるぞ校長ルートが。わった、あいつ勝手なことを。でもクリスマスを家族と過ごすのも楽しいもんだよな。よし、行ってみるか。なんでこんな感情込めて呼んでんだろう。そして次の日、校長、出た、その格好。メリークリスマス。なにこれ、みんなで使い回してんの、こういう感じのサンバの衣装。うん、メリークリ、今日は年に一度のクリスマスイブ。美味しい食べ物も用意したから一緒に楽しもうぜ。優しい、普通に気持ち悪い格好してるけど優しい。あ、優しい、なにこれ。ちょっと待って待って、なんかのんびり楽しそうじゃない。ケーキでっか、ケーキでっか、ケーキでっか。うわ、すげえ、なんかいいじゃん、楽しそうじゃん。トナカイにプレゼントをもらう子供みたいなので、これはなんだ、トナカイじゃねえ、これサンタだね。なんで俺までおかしくなっちゃってんだ。サンタにプレゼントをもらう子供に変態ね。わあ、美味しそうなケーキ。それやんや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 にハマってんな。美味しい、クリスマスデートとかクソくらいだね。さあ、ケーキの後はディスコタイムだ。朝まで踊り明かそうぜ。ユウ、お前ちょっと毒を入れてるな。すごいな、草くらいだねって。二人ともこんな陽気なパーティーで僕を元気づけてくれて。デートなんてできなくても楽しい仲間がいればバッチリイケイケだね。やんややんや。あ、もう1月、これもう終わるんじゃねえのか本当に。あ、来た、今セーブじいさんって言ったな。あ、来たよ来たよ、これもうついにルートエンディングか。これ1月ってことはもうそろ、あれ誰もいない。ん、なんか落ちてる。次郎ちゃんのポエミーラプソディ、次郎ちゃんのポエミーラプソディ読んでみよう。今日も言えなかったラブ、明日はちゃんと言えるから。あの人とすれ違うたび奏でるときめきラプソディ。なんで俺次郎ちゃんの真似しながら読んでんだろう。まあ、きっとそんな感じなんだよね。鳴り響くシンフォニー、木漏れ日の中で鼓動、止まらないの。これってもしかして恋。これはロマンティック二郎の予感。ああ、いいうんこだった。うん、そうだね、このゲームうんこ使いたがるな。やべ、お前手に持ってるそれ。やべえ、恥ずかしい。声量ねえな、次郎ちゃん。校長先生、校長先生、待って。作るな作るな、無理やりそういう展開を。学園ハンサムの悪いところだぞ、無理やりそういう強引な展開に持ってくな。関係ないだろ、だって自殺しようとしてんだこいつは。もう学園ハンサムさ、後半さ、なんだろう、1月から急に強引なストーリーに持ってくよな。俺は死ぬ。校長先生のポエム良かったです。だから死なないで。じゃあ死なない。なんだよこいつの意志の弱さ。なんだじゃあ死なないって。絵が面白いもん。あと愛してる敵と。え？お嘘だろ、おい嘘だろ、おいさすがに怒るぞお前。あ、これで怒っ。お前終わんなよ。おいおいおい、嘘だろ。こうして僕は結婚ネタに逃げた。あとこれ見るたびに思うけど、花嫁役の二の腕太く描きすぎたね。愛してる。おいおいおい、嘘だろ嘘だろ。おい、やったな、やりやがったな、ついに学園ハンサムさんよ。
ついに適当に終わらせやがったな。おい、これって最悪じゃねえかこれ。無理。え、待って、これさ、トゥルーエイトなのかな。これ俺がもうそもそもバッドエンドでもこのエンディングが流れてるってことはいいエンドなのかな。ちょっと待って、これ飛ばしていい。はい、エンディング中にめんどいめんどいって言っちゃってる。もう言っちゃった、めんどいって。普通にタイトル画面戻るのちょっと笑っちゃうな、毎回毎回。さあ、次は妹ルートへ行こう。妹ルートとかもう何月までぶっ飛ぶんだ、これ。レッツお兄ちゃん、おかえり。あ、これさ、俺、3週目ぐらいで気づいてもうカットしちゃってたんだけど、これ見て。これ、ユウがさ、弟になってるんだよ。2週目以降、こういう設定になってたのかな。ねえねえ、聞いて。今日学校で3人の男の子に告白されたから。だから俺さ、結果的にさ、ユウルート、妹ルートだけど、妹ルート、かっこ弟ルートなんだよね。本当は弟ルートに行ってるから、結局俺は男、全部男に行ってんだな。まったくお前はクソ女装だな。どうせみんな振ったんだろ。だってユウ、子供には興味ないんだもん。ねえねえ、お兄ちゃんが転校したの。やべ、なんか俺頭おかしくなってきそう、このゲームやってたら。あ、時間だ。女装するな、あいつの女装好きにも困ったもんだ。さあ、こっから一気に飛ばしておっか。さあ、ここをゆうちゃんテラモエスですからにすればいいのかな。拙者はゆうちゃんにモエモエ一直線でござるよ。やだ、お兄ちゃんたら。ゆうは県内一の美少女なんだから、うん、全力でかかってこなきゃ相手にしてあげないんだからね。美少女ってか、お前は男なんだよ。わかってるでござるよ。全力でゆうちゃんを追いかけるなりよ。このイチャイチャ兄弟、一生やってるやん。なんじゃこれ。ああ、夏休みのデートでももうねえな。あ、夏休みのデートでもう決める人はいなくなってる。これ実はまだ決めてなくてにすればいいのか。もうお兄ちゃんったら優柔不断なんだから。うん、そうだ、恋愛投資郎のお兄ちゃんのために今度ユウがデートの練習してあげる。もうこっからルート入ったくせえな。確か今度の木曜、うん、ローズマリー神社で花火大会があるね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ユウが一緒に行ってデートの仕方をすげえ喋るなこいつ。してあげる。ユウをイケメンだと思ってしっかりエスコートして、ね、めちゃめちゃ喋るな。え、何言ってんの。じゃあ今度の木曜楽しみにしてるからね。じゃ、おやすみ。おい、待って、このさ、弟だからな。弟だという思いつつも行けばいいのか。あいつ、僕の意思も聞かずに。でも、確かに恋愛したことのない僕に練習は必要かもしれないな。ちょっと、頑張ってみようかな。この清清の童貞臭半端ねえからな。さあ、ここで今日はユウと花火大会に来た。あら、可愛らしい。お兄ちゃん、準備できた？もう始まるよ。早く行こうよ。窓見る限り朝だったけどな。金魚すくい楽しい。リンゴ飴おいしい。くじ引き楽しい。肩抜き楽しい。お祭りって楽しいね、お兄ちゃん。あー、まあ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 、一個だけ問題があるわ。その金魚すくい楽しい、くじ引き楽しい、肩抜き楽しいはいいけど、リンゴ飴は違うね。リンゴ飴おいしいだからね。これはちょっと今言う間違ってたよ、言い方が。もう財布がすっからかんだ。っていうかこいつ、デートの練習って目的忘れてないか？あ、お兄ちゃん、花火が始まるよ。普通になんかさ、兄弟でお祭りを楽しみに来てる。いいじゃん、いい兄弟じゃん。花火、綺麗だね。ほんとだ、綺麗だな。やっぱり花火って、夏の醍醐味だよな。いつか僕も好きな人と二人で見れるかな。お兄ちゃん、ここが勝負だよ。こういう時、相手に何て言ってあげるの？あー、ちゃんと練習してくれてる。え、君の方が綺麗だよ。この後、僕たちもベッドで打ち上げちゃう。最高だね、フォーね、そのマイケル・ジャクソン MJ 風なんだよ。君の方が綺麗だよ。これ多分良くないな。この後、僕たちもベッドで打ち上げちゃう。おい、どしもネタだな。最高だね。なんか学園ハンサムさ、大体ぶっ飛んでんのが正解の時あるよね。よく。最高だね、フォーで行ってみるか。一旦。どうなんだろう。これどうなんだろう。今日のお兄ちゃん70点。エモーショナルでファンキーで惚れちゃうって感じ。でも70点か。そうですか。でも今日は楽しかったよ。お兄ちゃん、本番のデートも頑張ってね。ちょっと待って、一旦やっぱりベッドで打ち上げやっていいっすか。
やっぱりこの僕たちもベッドで打ち上げちゃうのが気になるよね。これで70点以上出すんじゃない？今日のお兄ちゃん60点。もっと身の丈に合ったセリフを考えるがいいよ。普通に怒られた。こうなったらもう君の方が綺麗だよ。もうやってみたくなるし、結局これが一番なんだろう、嬉しいんじゃねえのかな。そう思うよね。意味わかんねえもんね、よく考えたら2つとも。今日のお兄ちゃん50点もっとセリフに大胆さが欲しいかな。最高70点かよ。大丈夫。あ、なにこれ、看病ももっと全力で看病しなきゃみたいなの追加されてる。あ、これちょっとこれも追加されてたんで今普通にぶっ飛ばしてきちゃったな。おい、キヨキヨシやったな。いや、悪霊隊さん、悪霊隊さん、新陳代謝乳首ってお前そこに貼るな。あ、鏡死ね。主人公キヨキヨシたまに鏡死ねって書くな。おい、嫌いなのか。なんか書いてるし。よし、これでバッチリ。あとは安静にしてるんだぞ。お兄ちゃん、ありがとう。本当に思ってんのかな。いつも元気なお前がそんな顔してたらほっとけるわけないだろ。強がらないで、いくらでも頼っていいんだぞ。えへへ、いつもは頼りないお兄ちゃんなのに、今日はすごい男らしく見える。変なの。まあ、正直変なのは言うだけどな、客観的に見てもらいたいわ。こいつ生意気なこと言いやがって、全然元気じゃねえか。照れちゃって。ユウ、お兄ちゃんがお兄ちゃんでよかったな。よく寝れんな、よく寝れんな。耳と鼻にネギ詰まった状態で、あー寝ちゃった。こいつ寝てるだけなら可愛いんだけどな。こいつ生意気だけど、か弱いところもあるから僕が守っていかなきゃな。いいね、いい兄弟愛じゃないか。クリスマスデートとかクソくらいだね。あ、来たっぽいな。あ、これは1月だし、もう来たな。これラストだ。本当にこれラストだ。ただいま。あれ、まだ誰も帰ってないのかな。よし、リビングで全裸でサンバで戻るか。何やってんだお前。お前もやっぱおかしいやつじゃねえかよ。おー、ただいま。なんか、なんかすげえちょんぼりしてない？具合悪そうじゃない？ぶねー。おかえり。あれ、どうした？なんか元気ないじゃないか。なんでもないよ。じゃあ、なんでもあるやつが言うんだよ、なんでもないよって。いや、その様子はおかしい。なんかあっただろう。話だけでも聞いてやるよ。ユウは間違った子なの。なんか間違った子。それよりもなんかね、ボイスにボーっていうなんか暖房みたいな音が入ってんだよ少し。え、今日クラスの男子に言われたの。女の格好するお前は頭がおかしいんだって。間違って生まれてきたんだって。昨日までは仲良しだったのに。重てえ なん、コメントしづれえよ。なんとも リアルにありそうだな、そういう感じのことが。その男子の言ったことが学校中に広まって、小学校とか広まりやすいからな、みんなから変な目で見られるようになっちゃった。うわ、ゆう、きっと明日からいじめられる。ユウ、こんな可愛らしい子なのに。ユウ、平気なのか。辛かったら学校行かなくてもいいんだぞ。大丈夫、そう思われることくらい分かっててこの格好してきたから。ユウは強い子だから。だけど今はちょっと一人にさせて。うわー、なんか悲しく、なんかかわいそう。でも強い子だな。ユウ、ユウはいつも明るいけど、本当はいろんな弱さや悩みを抱えているんだ。生まれた頃から見てきた僕にはわかる。そしてそのバランスは簡単なことで崩れてしまう。こんな時、兄の僕にできることは何だろう。おお、な、え、何なんだろう。ここからどうなっていくんだろう。あ、ユウ、あれはユウ、おーい、ユウ、あー、この野郎、このモブキャラ集半端ねえいじめっ子どもかよ。子どもの問題に部外者が介入するのは間違いかもしれない。だけど
その時僕にそんなことは考えられず、ただ体だけが動いた。え？それは人を救うためなんて綺麗なものじゃない。ただ自分の心を晴らすためだけの行為だ。誰だってそうだ。自分のすることは全て自分のためだけど、それでいいんだ。だってそうでしょ。うわっあ愛する兄弟の痛みは自分の痛みなのだから。お兄ちゃん、ゆう、あー、ゆう、お兄ちゃん、ごめんね、こんな弟で。いいんだ、ゆう、お前はそれでいいんだ。僕はゆうのお兄ちゃんになれてよかったと思ってる。そしてそれはずっと変わらない。だからゆう、これからもずっと自分の好きなように生きて笑顔を見せてくれよ。うん、お兄ちゃん、ありがとう。ごめんなさい。え、俺実はユウのことが好きになっちゃって、でも男を好きになるっておかしいと思って、自分でわけわかんなくなってこんなのに言っちゃって、ごめんなさい。そうか、彼らも彼らで悩みを抱えてたんだな。そう、苦しまない人なんて誰もいないんだ。あら、そうだったの？軟弱な男たちね。そういうことなら仲良くしてあげてもいいわよ。まずは私の靴をなめ。おめえはいじめられるわ、そんなこと言ってたら。はい、このクソビッチ。そして僕たちの日々は過ぎていく。あの日流した涙などなかったことのようにして。やべ、遅刻だ。おはよ、ダーリン。え、おいおい、ダーリンってなんだよ。あー、いい、いい、この絵いい。ユウ、大きくなったらお兄ちゃんみたいな人のお嫁さんになるんだ。ぼんやりしてるけど優しくて、本当は頼りになる素敵な人。だからお兄ちゃんは仮フィアンセね。おいおい、参ったな。この先何があっても僕とユウが兄弟であること、そして今笑い合ってることを宝物にして僕は生きていこうと思う。こんな宝石と巡り合えたことにありがとう。そして見つけ出した自分に乾杯。あー、終わった。なんか良かったね、なんか良かったね、なんか学園ハンサム良かったね。あ、これが最後のストーリーになったのか、今ので。わ、なんかちょっと今良かったわ、兄弟愛というかさ、最後の手繋いで一緒に歩いてるし、あ、良かったな。ユウの声優がもののけ姫。台無しだな、台無しだな。何がもののけ姫だ。終わった。うわ、あー、なんかよかったな、よかった、よかった、いいゲームだった。なんだ今の喜びをみんなに伝える。伝えて、正直、正直伝えて、だけど動画で伝えるって決めてるんだ。ハッピーエンドおめでとう。うん、ありがとう。またプレイしてくれよな。ありがとう、校長。うわ、なんか、よかった。あんま期待してなかったんだけど、校長と妹ルート。普通に笑いのルートと、ちょっとした感動ルートがあって、よかったなぁ。ありがとう、学園ハンサム。それでは皆さん、最後に行きますよ。せーの、学園ハンサムー。